マリオセレーニはイタリア出身のバリトン歌手、ペルージャの出身。地元の工場で千番校をしていたが、セチェチーリア音楽院を経て、キジアーナ音楽院に行き、マリオバジオラに声楽を指示。1953年にフィレンツェ5月音楽祭でアドリアーノ・ルアルディの首労の悪魔に出演してデビューを飾った。1955年にパレルモにおいて、 リハルト・アーグナー、タンホイザーのボルフラム役を歌って注目されるようになり、1957年からメトロポリタン歌劇場、1963年にスカラザ、1965年にウィーン国立歌劇場に初出演して国際的な名声を得た、1986年に引退、ペルージャにて没、マリオ・セレニ、87、 バリトン風サングアットメットフォーモアザントゥエンティーファイブシーズンズハズダイドオペラニュースオリジナルの2018年1月16日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラッシュ www.peep.as17fb74b2018 年1月16日閲覧マリオセレニイタリアンバリトンアビチュアリー ホーマーレースオペレーターー備ゲームエイメットオペラメインステイオリジナルの2018年1月16日時点におけるアーカイブ h t t p w w w p e e p a s a f 5 a d 2 2 0 1 7年12月30日閲覧マリオセレーニディスコグスマリオセレーニファインドエグレーブありがとうございます